大変と今まで個人的に感じたものは、やっぱり販促を自分の企画を考えて打った時になかなかチケットの思った通りの 伸び感悩み触じゃが、ない。なかなか売れない。じゃあさらにどうしようということで、じゃあもうちょっとこの手をやってみるとか、それでも売れない、なかなか。で、結局100%完売できずに迎えてしまったということが、やっぱり多分どのオーケストラの担当者も経験していると思いますので、ある意味そういった時の、まあ、プレッシャーとか何かしら自分でどう解決策を生み出していくかというところの、まあ、苦しさじゃないですけれども、そういう大変さは個人的には、あると感じています。人によって多分違うと思うんですよ、大変と思うものが、ポイントが。まあ、その大学3年時に受けたその音楽の感動の衝撃っていうものがあるんですけれども、そういったその時に受けた、自分が与えられたものを、まあ、お客様にやっぱり共有して届けたいという、そういう初心じゃないですけれども、そういった自分の、きっかけとなったものを忘れないということですね。やっぱり日頃仕事に没頭してると、ちょっとそういう心が少しずつこの黒くなっていく、どんどんとこの 侵されていく感じはあるんです。やっぱりその疲れとか、何のためというか、なかなかその少しくじけそうになる時はあるんですけれども、やっぱりそういった時とか、何かしらこういったアイデアを、企画のアイデア、何かを作る時に、やっぱりそういう原点に立ち返って、そういった感動、音楽の、持つ力をお客様に届けたい、共有したい、お客様の目線できちんと考えて、こちらも広報する、ご案内するということを、やっぱり自分の中で戻ると、今まで思いつかなかったアイデアがまた思いついたりとか、ふと思いついたりとか、そういったことがあるので、本当にその原点を忘れずに、初心を忘れずに、日頃仕事をしたいなという気持ちは思っています。その意味ではこう強烈な原体験みたいなのをお持ちっていうのはちょっと強いかもしれないですね。そうですね。もうそれがなければ、やっぱり今も自分がないくらいですね。